鉄人28号は、横山光輝の漫画作品、鉄人28号及びその派生作品に登場する、架空のロボット。28号なのは、B-29 が由来である。神戸市で展示されるモニュメント太平洋戦争末期、大日本帝国が、騎士改正を目的として乗り倉だけの研究所において、極秘裏に建造していたロボット兵器、その28番目の設計機。 原作では、四季島博士が中心となって、完成を見るはずであったが、機動実験の失敗を最後に計画は中止となり、研究班は特攻機開発のため南海の孤島にある秘密研究所へと配属された。しかし研究所の存在が、アメリカ軍の知るところとなり島が爆撃を受け、研究員の大半が失われたことによって、鉄人計画そのものも忘れられていた。 戦後になり、計画に携わったと思われる謎の覆面の男によって乗りくらだけにて完成を見る。その後、コミックスの改訂版やアニメ化に合わせた再編集等で、翔太郎の父親で科学者、金田博士の設定が加わり、鉄人28号は金田博士が中心として、戦時中に設計が行われ、先の爆撃で計画が頓挫したものの、戦後に戦争とは無関係に、 科学者として素晴らしいロボットを完成させたいという理由で、金田博士と敷島博士の協力のもとで誕生したことになった。これによって、鉄人の所有権と操縦者としての正当性を、翔太郎に付加したと考えられる。現在、原作完全版では、上記の謎の覆面の男、カッパコミックス版では、後期の金田博士、敷島博士になっている。内臓武器や、 固定兵装を持たず、特殊抵抗による眼検査を武器とし、動力を手足等にも内蔵した補助装置により、不測の事態で手や足など各部が破損しても、出力は常に安定して稼働することができる。また、体格以上の怪力は連動装置の出力を練り合わせた結果であると推察されている。ハイブロケットは、初期設計には存在せず、 ニコポンスキー率いるエスコックスパイが鉄人を手に入れた際に独自設計して取り付けた。ロケットの出力は戦艦を動かすほど強力だが、大抵壊れるのはロケットからであることから、鉄人本体ほどの強度や眼検査はないものと見られる。破損に追記するならば、右腕関節が多く目立つ。手足が破壊され、もぎ取られても稼働には、支障は出なかったが、さすがに、 片手片足では戦闘継続自体は無理だった。ロビーのカイロボットとの戦いでは、熱戦が腹部装甲を貫通して内部に直撃、完全に機能を停止したこともあるが、鉄人を流用しようとしたロビーによって修理された末、脱回されている。後のファイヤー賛戦においては熱戦に耐性を見せており、ビッグファイヤー博士は特殊鉄鋼を使っているなと分析している。 大きさは連載当初は身長3メートル程度で描かれていた。しかししばしば人間を手のひらに乗せて運んだりするシーンや連載後半にはビル5から6階相当の立ちシーンが現れるようになる。鉄人が実現するには複数のアクチュエータと関節をフレキシブルに結合し複数のアクチュエータが必要に応じて強調し大出力や高速動作を実現する。 多自由度干渉駆動技術が必要。現実にこの技術は、近電離種の研究開発を行っている電気、通信大学の横井博士教授が研究している。なお、後年になるにつれて、鉄人以上の優れた強力なロボットが現れ始め、これらに対して、鉄人自体のパワーや、性能の優位性だけで対抗することが叶なわなく、なっていき。 力を受け流す等の戦法や敵ロボットの弱点を推測し攻める等、四季島博士に指示を受けたり、操縦者の技術や知恵を駆使して戦うようになり、より翔太郎の操縦者としての判断力や行動力が鉄人に加味されていくことになる。鉄人は小型の操縦機によって操縦される。ある程度の命令の範囲、小型で簡素な割に多彩で幅広い操縦方法と、 強力な操縦電波と大きな有効範囲、操縦の精密性と正確性は、鉄人本体以上に価値があり、後年では、鉄人本体より、操縦装置の仕組みを欲しがったスパイダンも登場する。負傷した大塚所長やニコポンスキーでも片手で、操縦できる簡易な操縦性は、便利な反面、操縦機が盗まれた際は、敵が鉄人を簡単に悪用できる機器を生むことになった。 フランケン博士に至っては、ものの数分で奪った鉄人の操縦方法を調べて、見せ、レクチャーされた黒服面談の首領は、すぐに鉄人を使って、翔太郎に追い打ちをかけた。つまるところ、この操縦機さえ合えば、誰でも強力な鉄人の力を運用できるので、鉄人自体が犯罪の中心になる場合が多く、誕生初期は、 鉄人の強力な力を狙った犯罪者の事件が二重三重で複雑な絡み合いを見せることになる。これは鉄人自体が犯罪を呼び込んでいる状態で大塚所長の元警察の管理下に置かれる結果につながったと考えられる。後年は科学技術が進んだせいで鉄人以上のロボットが作られるようになったためか鉄人自体が犯罪の元凶になることが激減し、 警察が対処できない武装した犯罪者あるいは、ロボット犯罪や特殊な事例等に対する切り札として用いられることが多くなる。実動は、金田翔太郎への協力要請という形らしく、自衛隊や政府からは、警視庁の大塚所長経由で、翔太郎宛に、鉄人出動要請が来る場合が多い。これはなぜか、鉄人の所有権が翔太郎に移っており、リモコンと鉄人は、 翔太郎邸に置かれ、翔太郎が個人で鉄人を運用するようになったためと見られる。ただし原作完全版では明確な設定に至る描写は見られず、他の再編集ないしアニメ版の設定と混同、踏襲されていると思われる。原作版ではリモコンのダイヤルを回して操縦するが、白黒アニメ版では原作ではアンテナに当たる操縦レバーを動かして操縦するように変更された。 海外版ではダイヤルの方を鉄人側に向ける描写がある。原作の初期には覆面の男製のリモコンと、福音した四季島博士製のリモコンが存在し、四季島製のリモコンの方が優れており、誘導電波が強い。この二つを同時に使用すると、鉄人本体が混乱して制御不能の状態で暴走する。覆面の男のリモコンは、 ジャネル5が鉄人を盗む際に利用したが、祈願上にて、鉄人自身の手によって破壊されている。その後もモンスター事件、ロビーのロボット事件、偽鉄人事件などで、リモコンは幾度も破壊されており、その都度、敷島博士に修理されている。このリモコンも少しずつ改良されており、アンテナが折りたたみのループアンテナから2本の棒状のアンテナに、 スイッチも小型の複合スイッチが少し大きめの TEB の電源と音声調整つまみのようなオススイッチとボリュームダイヤルチックなものに変わっていき、後年では前後にスイッチが増設されている。鉄人の弱点は、まず第一に操縦電波が比較的容易に乱されることである。雷などの自然災害による電波妨害を受けると、普段の10分の1位しか力を発揮できないらしく、 自然災害の場合、全く運用できないわけではないが、太陽黒点異常によるデリンジャー現象など予想外の事態で操縦を受け付けず暴れ出してしまった事例もある。初期には受信装置が未完成で渾身しやすいせいか、雷に反応し暴れたりしたためにジャネル5には狂人ロボット目と悪態をつかれている。後年では四季島博士が改良したのか、 雷で暴れることはなくなったが、機能不全を起こす程度になっていた。この弱点を的確についたブラックオックスの電波、妨害装置は鉄人にとって点滴であり、逆、第二の弱点に、運用の範囲が目視操縦できる範囲に制限されることが挙げられる。高度な判断や状況の対応ができない場合、命令の優先順位に従って行動するらしく、大雑把な誘導や、 破壊行動くらいしかできない。強力な敵に対しては、細かい戦闘指示が必要であり、不測の事態に有効な対処を行えない。そのために操縦者の目視有効範囲外での運用が、おのずと制限される。実際、目視範囲外の戦闘では、オックスや VL2 号、ファイア2世にかなわず、遅れをとっており、自律性の高いロボットや、犯罪者が逃げ去る際も、 状況が目視できない場合は、追跡を断念している。カニロボットが登場した、沈没船引き上げの時は、海底カメラで状況を見ながら操縦し勝利している。逆に見えない敵が目視できない状況で空や海底に殺到するとき、翔太郎や四季島博士は容赦なく、鉄人を敵がいるあたりに適当に暴れ込ませる。暴れ回れ。前方に出ることが多いので、見えないからと侮ると、 痛い目に遭うこともある。第三の弱点は操縦者がおおよそ無防備なことである。翔太郎自身も遠隔操縦ロボット戦においてロボットより操縦者を倒す方が早いと発言している。これは外部内部問わず人が操縦するロボット全般の弱点と言えなくもないが、鉄人の物語ではリモコン操縦者は先の目視範囲内に止まっている場合が多いために、 操縦するロボットの近くにいることが多く、内部操縦のように走行の中に守られているわけではないので、強靭なロボット本体より生身の人間の方が攻撃しやすいためである。このロボットより操縦者を倒す方が早い戦法は手を返しなおかえ、敵も味方も問わず用いられるが、砂漠の国王軍に相対した翔太郎の鉄人の操縦者悲願擬態作戦など、 操縦者の対処次第で戦術的に補うことも可能でこのような駆け引きが作品の面白さでもある。例外として身体能力が強化された超人間ケリーの存在がある。彼は銃弾やロボットの格闘戦に恐れることなく近距離から事細かな指示をギルバートに与えてロボット戦や 操縦経験豊かな翔太郎の操縦技術を自身の能力を利用した操縦で翔太郎を上回ることで鉄人を追い詰めた。急に本軍の軍部命令を受けて法師が竹の研究所において四季島博士を中心とする技術人が数ヶ月の努力の末に建造していたロボット兵器、その28番目の設計機。身長はわずか二メートル程度で胴体は樽型、頭部が太い。 両手は動かすことはできない。両耳にアンテナがついており、フランケンシュタインのごとく両手を上げながらのろく歩行する。目から開口線を出す。第7話からは胴体が伸び、両腕が大きくなり、頭部も原作に近いデザインに変更、開口線も胸から出すようになる。第13話で仮面団のロケットを取り付け、飛行可能になる。太陽の使者鉄人28号では、 金田翔太郎の父、金田健太郎博士が開発し、四季島大二郎博士によって完成された巨大ロボット。全高20メートル、重量25.8トン。リモコンで操縦され、直接登場するパイロットはいない。動力源は、太陽エネルギー転換システム、独立連動システムが搭載され、機体の一部が破壊されても、持続的な稼働が可能。必殺には、 ハンマーパンチ、フライングキック、ローリングアタックなど。普段は敷島博士宅のテニスコートの下にある格納庫に収納されている。リモコンはアタッシュケースにアンテナがついた形でビジョンコントローラーと故障される。中には鉄人のアイカメラに接続されたモニターと2本の操縦桿がある。操縦電波はレインボーウェーブと呼ばれる特殊な電波で妨害されにくく。 なっている。超電動ロボ鉄人28号 FX に登場。鉄人28号 FX 全高20メートル、重量24.8トン。金田翔太郎の妻で、坂木財団の社長令嬢の科学者、金田洋子が、財団の財力を後ろ盾に、新たなる時代の鉄人計画のフラッグシ FX とは、フューチャー X の意味。当初は、夏木サブローが、 主操縦者として予定されていたが、翔太郎の息子、金田正人は FX の性能をスペック以上に引き出すことができたため、彼が主操縦者となる。機体内部のエネルギーを一箇所に集中する超電導システムによって強大な超電導パワーを発揮する能力を持つ。超電導パワーを ON にして放たれる超電導パンチ、超電導キックなど数多くの必殺技を持ち、 超電導から手チョップなどの突飛な命令に対しても的確な行動をとる。取り形目か、鉄人17号フェニックスと超電導を合体すれば空中や宇宙を飛行することが可能になるほか、鉄人15 X、X レイマイナスとの超電導合体で水中線にも対応できる。機体制御は光線銃型の操縦機グリッドランサーに音声入力することで行われる。 コントロールパネルにパスワードを入力後、音声で命令し、引き金を引くと光線が発射、FX の額に位置するセンサーがそれを受信することで実行される。この光線は出力を調整することができ、最大出力では遠隔地で FX に命令することも可能な上、熱線を発射して敵を攻撃することも可能。グリッドランサーには、 ディスプレイも装備されており、FX の視線が捉えた映像を表示、それを利用しての操縦も可能。作品に登場するロボットの多くは、グリッドランサーと同タイプのリモコンで操作される。このリモコンに関する技術は、鉄人計画の初頭に確立されていたらしい。初代、鉄人28号、翔太郎の父と四季島博士が共同開発したロボット。作中でも、 現役で稼働しており、主に翔太郎が操縦する。パワーでは、新型ロボットに劣るが、操縦者の技量次第である程度なら渡り合うことができ、鉄人28号 FX とブラックオックスの2体を圧倒したメタルサタンを短期で抑え込む活躍を見せたこともある。リモコンは、上のレバーではなく、本体の両脇にある取っ手を握り、正面にある3つのダイヤルと裏側にある2つの、 大きな丸いボタン型ジョイスティックで操縦する。鉄人28号では、旧日本軍が連合軍に対して、騎士改正の切り札として立ち上げた、鉄人計画によって生み出された人型兵器。身長18メートル。開発者である、金田博士が、東京大空襲によって死んでしまったと思い込んでいた、息子の翔太郎の名前が付けられており、 金田博士は我が子を育てるかのように鉄人を作り上げた。だが、鉄人の力に危機感を覚えた。金田博士は、敵国に鉄人の開発場所である南方の秘密基地の所在地を漏洩。爆撃によって金田博士と共に葬られた。しかし、それから10年後、敷島博士が自身の作り上げた鉄人27号の起動実験の際に、28号の リモートコントロール回路を使ったことによって覚醒。巨大砲弾によって東京に飛来し、そこで金田翔太郎と出会う。ロボット早々期に開発されたロボットであるが、その完成度は高く最新型のロボットとも互角に戦える性能を持っている。武装は一切装備していないが鉄筋コンクリートのビルや敵ロボットを砕く怪力を持ち、このパワーを生かした肉弾戦を得意とする。 また、銃弾やダイナマイトの爆発でも走行には、傷一つつかない眼検査も、鉄人の武器である。さらに、起動時等の大パワーを発揮する際に、全身から副作用として、強力な放電をする描写があり、鉄人のそばに不用意に近づくと感電死する、危険性がある。原作とは異なり設計段階から背中に、取り付けられた、ビッグファイア博士が製作した、ロケットエンジンにより、 音速を超えた速度での飛行が可能。ロケットの推進力とパンチ力を合わせた突進技は、鉄人の技の中でも最大級の破壊力で、鉄人と同クラスの走行を持ったロボットであるバッカス。制御系には独立連動機構が採用されており、胴体と四肢で制御系が各々独立している。そのため片腕が破損する程度であれば、全体の動作に影響は出ない。 優れたロボットであるが、量産機の試作先行型である。つまり、鉄人28号を元にした、量産機を多数製造し、敵国に巨大砲弾で撃ち込むことが、鉄人計画の真の目的であった。また劇中で惑戦することが多く、パワー負けや、装甲の損壊も多かった。ファイア3世との戦闘時、体内に、太陽爆弾という旧日本軍の最終兵器が、 内蔵されていることが明らかになる。太陽爆弾とは新元素バギウムを搭載することにより地球上の全生命体が以後60年間生息不能となる環境を作り上げることができる最悪の兵器で鉄人はこの太陽爆弾を通常動力として使用していたことが判明する。ただし通常時の鉄人のエネルギーには バギウム以外のエネルギーが使われており、兵器としての鉄人28号は、バギウムを搭載して、初めて完成すると言える。バギウムをエネルギー源とした鉄人は、黒部ダムを襲った、数百機のブラックオックス相手に対等に戦える、圧倒的なパワーを得ていた。太陽爆弾として完成した鉄人は、いずれは爆発してしまうため役目が終われば陽光炉で、と重ねばならず。 翔太郎は最後まで鉄人にバギウムを搭載することを拒んでいたが、日本の危機と村雨健治の説得によって翔太郎は太陽爆弾を完成させる決意をする。ブラックオックス軍団の殲滅後、黒部ダム内に建造されていたブラックオックス製造工場の溶鉱炉から漏れ出した溶鉄によって鉄人を溶かそうとする翔太郎だが、太陽爆弾の力に魅了されたベラネードが、 操縦機を破壊してしまう。人とのつながりを断たれ、制御不能に陥った鉄人は、進路上にいたベラネードを踏みつぶし、さらに、翔太郎をもその手にかけようとする。翔太郎は、鉄人の手で殺されることが、自らの受けるべき罰と悟るが、鉄人はまるで意志を持っているかのように崩壊する。陽光炉から翔太郎をかばい、陽鉄を浴びて誘拐する。その赤く、黒い残骸は、 平成と呼ばれる今も、黒部ダムの固定から日本を見つめ続けているという。資料によっては、今川版鉄人と称されることもある。鉄人28号白昼の残月に登場。前行、重量等は2004年版アニメと同じ。金田博士が、戦時中、養子の翔太郎と共に、南方の島国で開発した、旧日本軍の最終兵器。白昼の残月のストーリーは、 他の派生作品と独立しているのだが、鉄人が東京に飛来した理由や、黒部ダムの固定に沈むという末路などの基本設定は2004年版に準じている。ただし、設定資料集には、太陽爆弾は内蔵されていないとも記載されている、ため、どのような経緯で黒部ダムに沈んだかは不明。敵ロボットの装甲を一撃で破壊する馬力と、核爆弾に相当する威力を持つ、 廃巨弾の余波に耐える装甲を持ち、背中のロケットで空を縦横無尽に飛ぶことができる。廃巨弾の余波で徐々に溶涼し、包帯で応急処置を施されたり、片目が潰れるなどしたが、動作に支障をきたすことはなかった。作中のロボットの中では、間違いなくトップクラスの性能を持っているのだが、本編中で翔太郎は鉄人を完全には使いこなせておらず、 廃墟弾を守るために3体の B-89 と戦った時には苦戦を強いられ、モンスターとの戦いでは小型モンスターの連携により動きを封じられて廃墟弾を奪われている。兵器としての鉄人の操縦士として正規の訓練を受けていた翔太郎によって操られた時は B-89 を3体まとめて瞬殺し、原作では鉄人を圧倒する性能を持つばっかす。 ギルバート、サターン、VL-2 号を、廃墟弾の影響で機体が半ば溶融した状態で、あるにもかかわらず破壊し、圧倒的な強さを見せた。劇中では、翔太郎の廃墟弾のありかは、鉄人が知っているという言葉通り、制御不能になり、都内地下に秘匿された廃墟弾を掘り出すという行動を続けていたが、実際には暴走していたわけではなく、翔太郎の持つ、 もう一つの操縦機によって操られていた。武装は一切持たないのだが、翔太郎は、発撃の右ストレートで敵をぶち抜き、二撃目の左アッパーで突き上げて、とどめを刺す連続技を披露しており、これが本編中における鉄人の必殺技のような扱いになっている。また、この動作でサターンを破壊する様子を見た翔太郎は、鉄人が暴走しているのではなく、 翔太郎が操縦していることを感破した。物語の終盤では再び翔太郎が操縦。大鉄人への潜入を図る翔太郎を援護すべく、自らより、はるかに巨大な大鉄人の腕を抑える活躍を見せた。その後、自爆装置が起動した、大鉄人から翔太郎を救出すべく、環境へ突撃したが、自らの死を選んだ翔太郎に操縦機を破壊され、救出を果たすことはできなかった。 物語の結末では、操縦機が修理され、一連の事件で破壊された、東京の復興に励んでいた。鉄人28号に登場した鉄人は、第二次大戦中、極秘裏に開発が進められていた、鉄人1号を、主人公、金田翔太郎の父である、金田博士が平和利用のために改良を重ねたもので、ある。2から27号はすべて失敗に終わり、28号で、 ようやく完成を見たが、金田博士は開発中の事故によって命を落とすこととなる。登場時は塗装されておらず淡いグレーのようなボディカラーだったが、対ブラックオックス戦に向け大回収が行われた際、青いカラーとなり背中にロケットが取り付けられて飛行もできるようになる。操縦機は当初ラジコンのコントローラーのような形をしていたが、回収の際に小型化され、さらに、 鉄人の目に当たるカメラの映像を操縦者がヘッドマウントディスプレイを通して見られるようになり、まさに鉄人と一心となって戦うことが可能となった。原作同様非常に堅固な作りで、ブラックオックスの自爆にも大分直感した。鉄人28号皇帝の紋章では、原作同様級に本軍の秘密兵器として作られるが、日本の敗戦を予測していた金田博士によって、 あえて武装を搭載されず、巨大な人として建造された。動力部及び電子頭脳は、敷島博士にも解析できないブラックボックスとなっている。後世にて、松井一郎なる人物が、鉄人の研究を行っており、彼の分析によれば、鉄人に燃料が補給された記録はなく、落雷によって起動した金田博士は、謎の石板を作っていたという証言から、動力には、 常温超電導、電子頭脳にはダイオードが使用されており、双方を金田博士が独自に発明した可能性が高いとされる。リモコンの形は原作に近いが、2本のレバーは明確に操縦、管としてデザインされており、半自動モードでは前後のみ、完全手動モードでは四方に動く。複数のモード切り替え等複雑な操縦体系を有するため、使いこなせるのはほぼ、 小太郎のみ、モニターがないにもかかわらず、本体からレバーに返ってくるフィードバックをもとに、操縦したり、水中モード時のクロールの動きを投てに応用する、等の裏技すら披露している。また、妨害電波発生装置を搭載した、ブラックオックスとの戦いでは、操縦機と鉄人を高度で接続、操縦機を搭載したジープ上から、優先操縦を行えるように改造が施され、 優先と無線を切り替えるトリッキーな戦術でオックスを翻弄している。皇帝の紋章の謎を解き明かすために、紋章を狙って世界各国から差し向けられたロボットと交戦。その後全面核戦争を引き起こそうとする、人工知能ロビーを操る各弾頭搭載型ロボット、陽光炉と戦うも、圧倒的なパワーの前に窮地に陥った。シュメルツオフェンが巨大な核ミサイルとなって、 宇宙空間に打ち上げられようとするに及び、万作つきた翔太郎は両足をもぎ取って軽量化した鉄人を、シュメリツオーフェンにしがみつかせ、操縦機と大破したブラックオックスの電波、発信装置と組み合わせることで、宇宙空間で核を爆破させるという捨て身の戦法を取る。しかし、宇宙空間にたどり着いた鉄人は沈黙。ロビーは、もう操縦電波は届かないとあざけ笑いながら、 鉄人を引き剥がそうとしたが、鉄人はまるで意志を持っているかのごとく再起動。頭上で輝く地球に向けて手を伸ばし拳を固める。そのまま拳をシュメルツオーフェンに打ち込んで核を爆破させた。地上で核の爆発が観測された直後、操縦機は機能を停止している。鉄人奪還作戦では、戦時中に急に本軍が計画していた。 鉄人計画を再利用した21世紀の鉄人計画で作られた。実写映画版同様に平和利用目的で作られた作業用ロボットだが、ドクター・ T の開発した無限動力が組み込まれ、機動力は本来の20倍に増加、エネルギー切れの心配を解消している。PX 弾が技術者たちを拉致し、完成させたが、翔太郎等の活躍で技術者たちもろとも奪還され、 以降は翔太郎が操縦することになる。リモコンは原作のものとは大きく異なり、ポータブルオーディオプレイヤーのような薄型である。なお、当初はロケットブースターは装備されていなかったが、第2巻以降は装備される。ただし、ロケットには無限動力の恩恵を受けられないため、飛行は時間制限がある。これが本作での鉄人。ありがとうございます。